はい、こんにちは。札幌占い美容室早回のことです。今日も、モデルさんの方を担当していきたいんですが、今日どういう風にしたいですか？こういう感じ。あ、なるほど。はい、ブレイブのスタイルで、ブリーチを、まあ、大体モデルさんのこの写真だとブリーチ2回から3回ぐらいしてるのにトナーしてるような感じになってます。はい、チューブ TV。 なので、どうしようか。1回ブリーチは1回で、この時間から2回はちょっと厳しいのでブリーチ1回でやっていきたいと思います。で、スピントナーで、長さはちょっと軽く揃えるぐらいですか。はい。で、カットの方をちょっと見てですね、決めたいなと思いますね。はい、ということでやっていきます。はい、では始めます。はい、ブリーチとカラー終わったので、ここで、乾かしていきます。で、乾かす前にヘナウォーターとこちらヘナジェルを使っていきます。まずヘナウォーターを、ね、最初につけて、オーガニック系なので、これハッカの匂いなんですけど大丈夫ですか。はい。で、ヘナウォーターつけたら一回溶かします。で、溶かしてからの、今度ヘナジェルをつけていきますね。ヘナジェルを全体につけていきます。毛先中心にヘナジェルをつけて、はい、溶かします。で、乾かしていくような感じですね。で、ちょっとアイロン入れました。で、アイロン入れた理由としては、色の調節ですね。アイロンのプレス、まあ、ストレートアイロンじゃないとできないんですけど、ストレートアイロンでプレスして、色の、染料をちょっとコントロールした感じです。で、まあ、結構薄めにしたんですが、まあ、そのモデルさんの、まあ、いついい状態にしたいかっていうので、長持ちさせたい場合はあまりやらないんですけど、まあ近々撮影、写真を撮ることがあるってことなんで、ちょっと色を飛ばしました。はい、まあ、その辺はまた違う動画で説明できればいいかなと思います。長さだけちょっと調節したいなと思います。ショーバルタンで調節していきます。毛先がちょい揃いが揃えてない部分なのでちょっと揃えます。はい、上から持ってきて、イングラでカットしますね。まあ、結構この方法としては、このつむじの位置をしっかり確認しながらやっていかないと、左右でブレてしまうと左右長さが変わってしまうので、しっかりつむじの位置を確認しながら、切っていきますね。まあ、基本ノーテンションで大丈夫です。で、一回左右の長さを確認します。ここを意識して切ります。ここですね、このポイントです。ちょっとこっちの方が短いみたいなので、こっちはあまり切りません。やはりちょっとこっちが短くなってるっぽいので、ちょっとこっちのセクションもうちょい切ります。
で、バング切ります。まあ、ほとんどショーバルでいけるかなと思うんで、ショーバルで切ります。今、この出てくる髪の毛のところを、ショーバルタイングラでカットしていきますね。はい、まあ、ここをまた意識して、ここから落ちる位置ですね、ここからまっすぐ落ちる位置をイメージしてイングラでカットしていきますね。はい、ここから落ちる位置をイメージしてカットしていきます。はい、ここから落ちる位置をイメージしてカットします。で、サイドは指をこうしてですね、横につなげていきます。で、反対側も同様にこのままつなげていきます。はい、これで揃いました。で、これだと前髪ちょっと面白みがないので、あまり段差は変えないようにして、ペンシルシザーを使ってちょっと間引いていきますね。はい、ペンシルでイングラを作りながら間引いていきます。はい、イングラをしっかり作った状態で間引きます。まあ、ペンシルはあまり切りすぎないようになっているので、先っちょが締まりませんから、ちょっと毛先の部分だけのニュアンスをちょっと変えていきますね。はい、こんな感じで前髪を切ります。で、もうちょっと束感出していきたいので、今度はスクラッチ、若干スクラッチをちょっと、入れていきますね。少し軽めのスクラッチですね。入れすぎると前髪なんでちょっと危険なので、ペンシルシザーでスクラッチを若干毛先だけに入れていきます。このような感じでスクラッチを入れていきますね。少し透け感があるような、バングにしたいんで、スクラッチカットで動きを出していきます。これでちょっとより動きがある前髪ができます。あとちょっと表面の方だけ、若干つながりがちょっと悪いんで、ちょっとそこだけカットしますね。アンダーのこのベースは切らないようにして、表面だけちょっと切ります。こんな感じで切っていくと、どうなるかっていうと、ただバツって下で切るだけだと丸さが出ないので、ここの展開図でいうと、この角を取る、ちょっと取るような感じですね。そうすることによってどうなるかっていうと、入りがこう優しく入っていきます。その方が馴染みやすいんですね。なのでちょっとそこを切っていきます。ここを R シザーで丸くカットしていきますね。上に持ち上げて、ここを R シザーでフラットでカットします。で、先ほどのラインとつながるような感じで、表面の入りを緩やかに入るようにつなげてカットしていきます。その時もここをイメージしていかないと左右の長さがバラバラになっちゃうんで、僕は常にこのポイントっていうのを意識して、左右の長さがガイドがなくても絶対間違わないようにっていう風に、してます。なんであまり左右長さが変わることっていうのはないですね。常にここを意識していくことによってブレないですね。はい、切っていくと結構前カットした人の癖がちょっとね見えてくるんですね。ちょっとこっちを長く切ってたかなっていう感じ。はい、ここを意識して切ります。これで OK ですね。これで表面が綺麗につながるようになります。そうすると、今までのバツっていうカットラインから展開図から、こういう展開図から、ここが丸くつながるような感じになります。その方がより内巻きにもなりやすいし、髪の毛が動きやすくなるんですね。で、柔らかい質感が出しやすくなります。
あとはこのネープをちょっとスクラッチ入れようかなという感じで、はい、ペンシルシザーで、チョッパーカットでちょっと音量調節をしたいと思います。チョッパーで調節します。はい、ここはチョッパーカットで入れる位置はこの耳の付け根ぐらいまでしか入れません。チョッパー入れるのはそこ以外はもう入れないようにして、中だけ少し、これスライドカットだとなぜこうやるかっていうと、カッコつけてるわけでもなく、スライドカットだと非常に低い位置で入れていかないとダメなので、こういう風にしてますね。あとはスライドカットだとこういう風に入れないとダメなんですけど、縦にこう間引くようにこれを入れてるので、どっちかっていうとこう入れてる感じなんですよね。わかりますかね。こうじゃなくて縦にこう入れてるんで、間引きながら、束感を取ってるような感じですかね。あ、束感じゃない、ちょっと抜け感をこのネープのところに入れるのに、なんでハサミは、縦にこう動かしてる感じですね。多少耳後ろのところって重さがサイドからバックにかけるに従って、急激に重さが増える場所なんで、あと日本人の骨格がどうしても耳後ろのところが重さが溜まりやすいんで、そこはちょっと上の方まで取っていくようにしております。耳のちょっと上ぐらいまでですかね。そこは少し取るようにしております。あとはそんなに上まで上げなくても大丈夫かと思います。はい、あとはこれで終わりです。こんな感じですね。あとはそんなに毛量もモデルさん多くないので、このぐらいで大丈夫かなと思うので、こんな感じでやりたいと思います。本日の撮影が終わりました。今日はワンブリーチで、それなりにオレンジ味は出たんですが、カラーの方で、しっかり色が入ったので、スムーズに終わったかなと思います。カットはもともと毛量がそんな多くないので、ベースのカット、それから左右のバランスと、あとトップの方の表面の、ちょっと切り返しを作って、あと、バングですね。バングにちょっと透き感を入れたぐらいですかね。はい。では皆さん、また、ハイヤマカシのチャンネルを、見てください。たくさん、動画アップされてるんで、どんどん、遡って見ていただければ、面白い動画もあるかなと思います。はい。今日はありがとうございました。はい。では、すいません。今日も動画見ていただいてありがとうございます。では、バイバイ。